X インプットメソッドは、X ウィンドウシステムにおけるテキスト入力のための、インプットメソッドである。SIM は、マルチバイト文字を入力する際に使われ、スリーブがその関数インターフェースを提供する。テキスト入力を扱う SIM に対して、テキスト出力を扱う API は ZOOM である。X ウィンドウシステムの代表的なライブラリーである、GTK や QT では、 エモージュールが実装されているので、これらのライブラリーを用いれば、アプリケーション開発者が、直接シムを扱わなくても、作成したアプリケーションで日本語入力が行える。インプットメソッドの要求する、可能性のある領域には、ステータスや、プリエディットなどがある。これらの領域の設定によって入力スタイルが変わる。入力スタイルには、オンザ、スポット、オーバーザ、 スポット、オフザスポットやルートがある。GTK2 や QT などのライブラリーでは、初期設定でオンザスポットになっており、オンザスポットスタイルが一般的に用いられる。しかし、オンザスポットスタイルでは、コールバック関数を定義する必要があるので、GUI ライブラリーにおける実装は、他のスタイルに比べて複雑になる。ありがとうございます。